さあコース上ここからローリングラップへと入っていきますジュニアクヤスです。スターティンググリッド、まずはポールシッターにはベッテン72番の大野勇気、2番手スタートで村田哲馬、3番手の梅村春人、4番手スタートが常川翔太郎、近藤レオ、黒田美晴、近藤カイル、小林空、松田志音、塚本伊吹、高橋カノン、松井優塚、中村優斗、鳴尾圭司、三田祐介、そして加藤逸樹と16台バックストレート隊列を整えていきます。さあジュニアクラス16台誘導ラインに収まって、イエローラインからブラックアウト、ゼッケン43番中村優斗が遅れましたが、さあその前の集団ではまずはホールショットはポール、大野勇気を先頭にぐるりと回り込んでくる。その大野勇気の後ろにはゼッケン26番梅村春人か、ハルトがいて常川翔太郎、鉄馬は4番手にドロップです。鉄馬は4番手にドロップ。さあタコツボの折り返しでは翔太郎がハルトをかわしていく。さらに村田鉄馬はここで一気に2台抜き。鉄馬はここはうまく2台を一気にかわしていこうとしている。11コーナー2台のマシンが接触。松田志音と高橋カノンが当たってしまったようです。松田志音が11コーナータイヤロックをしてカノンに接触というような情報が上がってきました。さあまずはオープニングラッパー大野勇気を先頭に、2番手には村田哲也、3番手に常川翔太郎、4番手梅村春人、近藤海部が5番手でしたが、その5番手集団がもつれ合っています。さあまずは大野、哲馬、春人、その後ろに近藤レオが4番手、そして第2集団第2グループは依然ともつれ合いながら、この近藤レオの後ろでは黒田美晴が上がってきたか、美晴翔太郎、そして小林空がその後ろか。タコツボの折り返しでは再び翔太郎が美晴をかわしていくが、さあこの辺りは4台がもつれ合っています。さあそしてタコツボの立ち上がりで1台マシンが遅れている。あれはゼッケン33番鳴尾圭司がタコツボの立ち上がり遅れてしまった。さあ走行している間に先頭集団トップ大野勇気の後ろに村田哲馬が近づいてきました。なんとトップ大野よりもコンマ7秒速いペースで2番手哲馬が一気にその距離を詰めてバックストレートエンド11コーナー、ここでトップを奪い取っていく。2番手スタート少し遅れてポジション落としました哲馬ですが、ようやくここで4周目
トップで帰ってきます。一方の大野勇輝はペースが思うように上がってきませんね。周りのライバル勢はもうすでに52秒台に入ってきてはいます。特にトップ鉄馬は2秒5、他も2秒7、2秒9というペースの中、大野勇輝が53秒台とまだ2秒台に入っていません。これでヒント2も残り2周、ここで梅村春人がさらにファーストスラップを塗り替えたか。さあその春人が現在3番手、後ろには近藤レオを従えてはおりますが、ここでファーストスラップ、先頭集団バックストレート、鉄馬、大野、春人、レオ、そして5番手は単独になりました常川翔太郎、6番手に帰る。その後ろ7番手で小林空、8番手集団4大パック。さあ今トップ村田哲馬を先頭にファイナルラップに入っていきます。3番手争いがこのファイナルラップでも並びながら入っていきました。梅村春人対近藤レオ、その後ろでも まずはこの予選ヒート2もトップチェッカーを迎えてまいりました。ゼッケン12番の村田哲馬、2番手に大野勇輝、3番手チェッカーで梅村春人、4番手の近藤レオ、5番手で常川翔太郎、6番手でのチェッカーは近藤海流、7番手の小林空、8番手で松井由美香、9番手の塚本伊吹、10番手に三田雄介、11番手以降黒田美春、加藤逸樹、中村優斗、高橋カノン、松田志音、そして丸尾啓史と全社チェッカーを迎えていきます。